ありがてえ、クロコダインのおっさんよ。あんたが来てくれりゃ百人力。おっさん、震えてるのかよ。クロコダイン、いかに貴様でもこの私と戦ったらどうなるか分かっていると思うが。死ぬだろうな。だがそんなことは覚悟の上だ。俺たちも戦うぜ。無駄だ。どういう理由かは知らんが、この男には呪文の類が全く通じないのだ。素手か武器による直接攻撃以外はおそらくダメージを与えられまい。さすが獣王、見抜いていたか。事情は聞いていたと見えるが、ならばなぜ邪魔をする。我が子をこの手に取り戻すことの何が悪い。大の本意ではあるまい。なるほど、もはや完全に人間の味方というわけか。残念だぞクロコダイン、私は軍団長の中では最もお前を買っていたのに。そういえばあのヒュンケルという男も嫌いではなかった。あの人間を憎む氷のような心がな。だが私の気に入った奴はみんな魔王軍を去る。よほどハドラーに人徳がないのかな。それは違う。ヒュンケルはどうだか知らんが、俺はハドラーや大魔王バーン様のためなら死んでもいいと思っていた。主のために命を捨てるのが真の武人。その対象が今は大になったというだけの話だ。大がいなかったら俺やヒュンケルはいつまでも魔道をさまよっていたに違いない。あいつは俺たちの心の闇に光を与えてくれた太陽なのだ。クロコダインほどの男の心をここまで動かすとは、なんということ。太陽、太陽の子か、ソアラ。クロコダイン、そこまで言うなら仕方がない。だが戦うとなればお前は真のドラゴンの騎士の恐怖を知ることになる。大とは比べ物にならぬ完成されたドラゴンの力をな。なんだ、闘気こそ凄まじいがまるで暴奪ではないか。くん、戦う気がないなら遠慮なくその首をもらうならだ。バカな、斧の方が砕けるとは。これぞドラゴンの騎士最強の秘密、ドラゴニックオーラ。このドラゴンの紋章が輝くと、私の体はドラゴニックオーラと呼ばれる生命エネルギーの気流に覆われるのだ。それは全身を鋼鉄のように強化し、あらゆる呪文を弾く防御膜となる。そしてこのドラゴニックオーラを全開にし、その威力を持って戦えば、この地上のいかなる生物も太刀打ちできる。これでもうお前は戦えまい。降伏しろ。